ひよりんごです。今日の動画はじゃん、こちら買ってきちゃいました。ジル・スチュアートのフラワーデザイントートバッグブックということで、11月7日に発売していたんですが、ちょっと見送ってたんですけど、やっぱりこのバッグを持っている方を駅でお見かけしてめちゃくちゃ可愛かったので、今回は買ってきちゃいました。やっぱりムック本ってちょっと高いんです。こちらも2100円プラス税なので、普通の付録よりは高いんですよ。でもね、やっぱりそれなりのクオリティだなって思いました。実際に使ってる方のものしか見てないので、今日は皆さんと一緒に開けていきたいと思います。なんでさ、ムック本ってさ、こんなにギュルギュル詰めなんだろう。はい、ということで見ていきたいと思います。3、2、1、じゃーん、こちらです。じゃーん、じゃーん、見てください、結構大きいんですよ。見えるかな？ちょっと開けるね。はい、こんな感じです。今ちょっと跡がまだついてしまってるんですけど、よいしょよいしょ、こんな感じになってます。ちゃんとね、ここにね、ジル・スチュアートのロゴも入ってるんですよ。よいしょ、ほら、剥がすと綺麗。カメラ映ります。使ってる人見たらめっちゃ可愛くって買っちゃいました。大きさなんですけど、分かりやすく雑誌横に入れます。入ります。そして例えば MacBook の13インチも、よいしょ、入っちゃう大きさなんですよ。結構大きいの。こんな感じ、分かりますかね、大きさ伝わるかな。めちゃくちゃ可愛いんですよ。デザイン性もすごく私はタイプでした。ちょっと女の子っぽすぎるかなって最初思ったんですけど、色味もね、真っピンクなわけじゃないからすごく可愛い。でもあまり重いものを入れすぎるとちょっと頼りなさそうな取っ手だなっていうのはちょっとあるんですけど、でもね、めっちゃ可愛いです。ということでやっていきましょう。本日はじゃん、ポカリスエットで飲みかけのペットボトルで大きさを検証していこうのコーナーでございます。横に並べていきたいと思います。じゃん、もう全然ね、全然ね、入っちゃいます。もうこんな感じです。わかるかな、大きさ結構大きいんですよこれ。でね、でね、見える、私のこと、私のこと見えますか？ここがね、透けてるの、透け感があるんですよ。なんで、まあ中のもの見えるほどでもないけど、ここもめっちゃおしゃれだなと思って、可愛いんですよ。すごい可愛いと思います。でね、一つの店舗にはもう売り切れでなかったんです。なので見かけたらお早めにお買い求めいただいた方がいいかなって思います。これね、普通に季節問わず使えそうだなと思ってて、なんか雑誌の付録を使うのが恥ずかしいって方いるじゃないですか。そういう方って買ってちょっと待ってたらどうかなと思って、私はなんかあんまり気にしないで使っちゃうんですけど、例えば半年経って使えばもう皆さん忘れてると思うんですよ。買った人しかね、わからないと思うので。買った人っていうのは使ってる人だから、きっとあの人付録使ってるって思う人ではないと思うんですよ。ただ店頭で見て、あの人付録だって思われるのが嫌ということは、半年とかね、例えばもうその人は多分忘れてると思うので、半年後とかに使うのはどうかなと思います。これだったらね、春とかでもめっちゃ可愛いしね、季節は問わないと思うので、なんかもうジルのお店で買ったって言われてもおかしくないくらいクオリティは高いなと思います。皆さんも気になったらぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんか私、雑誌とか付録溜まってないんですかって結構聞かれるんですけど、上げてしまったりとか、あと自分で使って汚くして捨ててしまったりとかしてるんですよ。なんで溜まってないんですよね、そんなに。てか、なんで溜まってないんだろうって自分でもちょっと疑問なんですけど、あんまり溜まってないです。雑誌はね、1ヶ月経ったら捨ててしまうので、読んでね、ちゃんと。読んだら捨ててしまうので溜まってないし、溜まるの、結構割と効率よく使ってます。みんなもね、恥ずかしがらず使っていきましょう。売り物なのでね。バイバーイ。